さあそして今大会注目17歳 SKJ 所属北爪リリ選手の演技となります。まあユースでは連覇を果たして、そしてこのシニアに今年から上がったということで、まあ、当然北爪注目ということになってきますよね。はい、緊張もあるでしょうがとても楽しみです。夢に向かってまっすぐに進み続ける私の全てを演じたい、そう語っていた北爪です。さあ入りはどうですか。はい、シングルターンのパイクジャンプ綺麗に決まってます。難度の持ち点がダントツ高いですからね、このスピード感の中でどう決めていくか最後まで注目したいと思います。曲はイーズオンダウンザロードです。余裕ありますね。力技ができるというのも北爪の魅力。はい、パワーがさらに増しました。はい、トリプルターン、こういった見せ方が上手な部分は北爪選手の本当にいい持ち味ですね。ストラドルリープ、着地まで綺麗です。一つ一つの技をきっちりと行います。Bサポートダブルイリュージョンからのバティカルスプリット、綺麗でした。顔の表情も豊かです。北爪選手の演技でした。まあ、今年は表現力なども磨いてというね、そんな、はい、いろいろとこうトレーニングを積んできたという話ですけれども、はい、北爪選手は、難度だけでなくこういった表現力の部分も、日本人選手では群を抜いてますから、そこも得点に生かされてくると思います。エレメントは D グループで少し力みが入ってしまったかなというところもあったんですが、やっぱりそこをミスなく決めてくるというのはですね、北爪選手の強さだなというふうに改めて感じました。こういった力技、ジャンプ系の技もしっかりと、完成させています。はい、そしてストラドル